皆様ごきげんよう。私、占い館ルーチェ代表の沙織と申します。いよいよ2022年3月21日の宇宙元旦に、私ども占い館ルーチェオープンをさせていただくことになりました。今回はこのルーチェの紹介と私の自己紹介を兼ねた動画を撮っております。よろしければ最後までご覧いただけると嬉しいです。まずこのルーチェという意味なんですけれども、これはイタリア語で光という意味があります。例えばお仕事やご家庭のこと、人間関係、恋愛のこと、いろいろ悩んだり辛いことあったりするかもしれません。そんな辛く悲しい暗闇にもしあなたがいらっしゃるとしても、私どもは一筋の光として、道しるべのような存在として、あなたの望む未来をサポートしたい、そんな思いからこのルーチェという名前を付けさせていただきました。ただ占うというだけの鑑定のスタイルではなく、私たちはあなたがどのような未来を望んでいるのか、そこをしっかりとお話を伺った上で、あなたが望む未来に進むためのサポート、優しく背中をそっと押すような、そんな、鑑定を心がけようということで、このルーチェというものを立ち上げることになりました。人数は少人数ではありますが、ハートのある、思いやりのある寄り添った鑑定のできる占い師が勢ぞろいしております。みんなそれぞれ個性がしっかりとあって、皆様のニーズに合わせた鑑定ができるかと思います。その中で、私は普段この鑑定の仕事をメインにしながらも、占い師になりたい方や占いをちょっと試してみたい、自分やお友達、大切な人を占ってみたいなどという方に占いのレッスンなども行っております。その中でまず私が一番心がけていることは何かということをこれから紹介したいと思います。私がまず占いで何を一番大事にしているかというと、占いの結果が全てではないということです。先ほどもお伝えしたように、占いの結果が悪かったとしても、落ち込んだり悲しんだりへこんだりすることは全くありません。占いの結果は、あなたが今この状態をそのまま続けたらどのようなことが起こるのかということを予測して、答えを出してくれているだけだからなんです。ですから、もし望んでいない答えが出たとしても諦める必要もないですし、悲しんだりへこんだりする必要も全くありません。まずはその状況を踏まえて、どうしたら自分の望む未来を選ぶことができるのかということをしっかりとアドバイスなどもさせていただきます。私は特にパートナーシップや男女関係、恋愛のご相談を得意としております。男性心理をお伝えしながら、どうしたらお相手様から大切な存在として扱ってもらえるのか、あなたがあなたらしく笑顔で幸せな恋愛をすることができるのか、そんなアドバイスをとても得意としております。またお誕生日がわかる方でしたら、お相手様とあなた様の関係性、そしてお相手様の取扱い説明書などをお伝えしながら、詳しく鑑定するような、このソウルメイト鑑定なども行っております。このソウルメイト鑑定をすることで、お相手様との関係性、どのようにお付き合いしていけばより幸せになれるのかということも明確になってくるので、いつも、皆様から大変ご好評をいただいている鑑定になっております。そして、私は自分の感性を使った牧術と呼ばれている占いを大変得意としております。タロットやルノルマンカード、オラクルカード、そしてジオマンシー、そのような戦術、
そして数秘術やインド占星術などの、こちらね、名術なども使いながら運勢の流れなども見てアドバイスをすることも可能です。また私は長年この占いの仕事の他に美容関係の仕事に携わっておりましたので、皆様お一人お一人の個性に合わせたメイクやファッションのアドバイスをすることも可能です。どうしても日本人は周りの人と同じに合わせてしまうという傾向があります。人の目を気にする傾向も強いのかなっていうのを日々感じておりますが、花もいろいろな種類があるように、あなたはあなただけの個性や美しさがあります。ですので風水や色、そして長年の経験などを生かしたあなたに合っているオリジナルのアドバイスをさせていただきたいと思っております。開運のメイクのポイント、男性の本能に訴えかけるような愛されメイク、そしてあなたが生き生きと輝けるような笑顔で過ごせるようなアドバイスを常日頃させていただきたいと思い心がけておりますので、どうぞご遠慮なくお気軽に相談に来ていただけたら嬉しいなと思っております。オンラインを使った鑑定になりますので、顔を合わせてご相談するの恥ずかしいという方もいらっしゃるかもしれないです。ただせっかくお話をさせていただくので、あなたのお顔を見ながら、あなたの表情を見ながら、あなたの良さを私がぜひ引き出していきたいと思っております。私はあなたのお悩みや心の内を理解し、光り輝く未来へとお導きすることを使命だと思っております。またあなたにしかない個性や美しさを生かし、あなたがあなたらしくいつも笑顔でいられるように、私はあなたの一番の味方でありたいと思っております。お友達やご家族、パートナーには言えないようなお悩みやご相談についてもしっかりと受け止めて鑑定をさせていただきます。真心を込めてあなたに向き合ってまいりますので、安心してご相談くださいませ。今後は YouTube だけでなく TikTok、インスタでいろいろな情報もお届けいたします。ぜひフォローとチャンネル登録していただけると嬉しいです。